それでは上富選手、改めてよろしくお願いします。お願いします。まずもう上富戦決定のいきさつなんですけども、はい、まあ、あの売られた喧嘩をですね買ったような形になっているんですけれども、はい、そのまあ因縁は抜きとしまして、もう恵みとしては星プロレスラー上富忍っていうのは意識はしてたんですかね。はい、してました。絶対当たっておきたいなと思ってましたね。で、彼女の方もなんか電流爆破とかそういうデスマッチ系に、はい、興味があるみたいなことを、ね、コメントで見たんで、ぜひやりたいなと思ってましたね。なるほど。実際ですね、なんか、まあ、きっかけというかですね、はい、状況がですね、まあ、このシャーク姿勢がですね、LLW に乱入してですね、はい、その輪の中で生まれたわけですけれども、はい、まあ、実際多分そういうのが抜きにしてもですね、はい、多分この工藤めぐみたい感じにしか見えないですね、はい、実現するんじゃないかなとかですね、見たいなって本当に僕すごい思ってたんですけど、はい、というのは多分お互いですね、スタイル的とかですね、生きてきた道を見ますと、はい、多分好対照の部分はあると思うんですよね、はい、もちろんスタイル的にも全然やっぱし違うような感じなんでですね、またでもその違うスタイルの名古屋市がですね、同じリングでですね試合をするっていうのですね、見たいという気持ちと、試合の前から数が決まってくるからなんですけど、まあ、妙にですねゾクゾクするというか、鳥肌がですね心境があったんですよ。またね、先ほどもカブカブのレールがあって伝説というのが持ってますので、はい、伝説の中に喧嘩マッチというんですか、はい、凄みを出す試合っていうのがあったわけですね、はい、それが最近そのなんかなりを務めていたというかですね、今見られなかったんですけども、この工藤さんと戦う中でもですね、中で僕という凄みというのがですね蘇ってきたようですね感じがしたんですよね。それ的にはパワーファイターとかだとパワーっていうのはそういうのがあるんですかね。そうですね、まあ体格から言ったらそうなんですけど、はい、ただ私とかは毎回土屋前髪って言ってますよね、はい、だからそういうところでとかするのって、はい、逆にそういう大きな中の細かさっていうんですか、はい、そういう関節が入ったりとかっていう部分がやっぱり一番目立ってところかなと思いますね。対戦は全くの初めてですか。はい、もう今まで全然ないですね。なるほど。ということで今まで、まあ、コンバットという選手をはじめ、まあ、はい、アジャコング選手とか、シングルで戦ってきてるわけですけれども、はい、そういった戦いとはまた違った意味で の気持ちの中ではこの関東義忍戦ということに対してなんか特別な何かを持っていましたかね。そうですね、やっぱり根本はもう昆虫症っていうのが一番ですね、はい、なんかもうそこが原点なんですけども、はい、なんかもう無性に、うん、なんていうのかな、憎いっていうか、はい、なんかそういう感じの感情があるっていうのがありますね、はい、こういうやっぱ態度を一つ取るにしても、うん、これは立ちますね、本当に実際にここで投げられて決められたわけですけど、はい、早かったですか。早いですね、もう一瞬、はい、倒して締めるじゃなくて、それはもう一瞬ですね、はい、最初にやっぱこういう攻撃を食らった中でやっぱ試合中の焦りとかあと恐怖とか、うん、やっぱり最初からこういう攻撃が来るってことは、はい、やっぱり向こうもかなりのそういう激しさ、感情的な激しさ、はい、っていうものは感じましたね、はい、でもそれによって私にもなおまたそれ以上の、うん、気持ちのものっていうのができたんで。なるほど、はい、でこの試合実際僕もですね、レフにやらせてもらってですね、はい、見たというか、ね、試合をさばいた感想なんですけども、はい、なんか工藤めぐみがですね、一つも工藤めぐみと違うなっていうかですね、はい、もちろんそれが多分相手は神戸選手だからっていう部分あると思うんですけども、はい、その自分が今までやってきたスタイルプラスアルファですね、はい、工藤めぐみの中にもですね凄みというか怖さっていうのをですね見られたんですよね、はい、実際この辺はどうでしょうかね。そうですね、やっぱり私もリングに立って、まあ、向かい合った瞬間にいつもとは違ったまた違った意味でのこう、
緊迫感っていうものがすごく私自身にもあったので、はい、それが私自身懐かしいっていうんですか、はい、久々に味わう感触がすごく心地いいっていうか、はい、うん、なんか気分がね、楽しいですね。この全然の若手時代は、グランドレスリングの帝王と、帝王というか女王ですか、はい、なんか言われたっていうのですね、あの耳にしたことがあると思うんですけども、うん、新人の頃よくそういう練習されてたらしいですね、レスリング。そうですね、はい、スパーリングっていうんですか、はい、そういう 寝技、はい、関節技とかそういうのを中心によくやってましたね、はい、そういう感じの、その懐かしさとはまた別に、うん、そうですね、なんかね、一発即発じゃないですけども、はい、本当、もうその一瞬によって勝負が決まっちゃうという可能性があるわけじゃないですか、はい、そういう部分でのね、いい意味でも本当緊張感ですね、はい。実際試合始まってお互いリングに上がって南合いを見ただけでもなくですね、はい、こっちもなんかドキドキとしてやってるんですが、はい、試合の展開が読めそうで読めないっていうんですかね、はい、はい、うん、多分監督選手はこう詰めてくるんだろうなというのがあったんですけども、はい、それに対して広瀬さんはどう切り返していくのかな、どう返していくのかなっていうのはですね、はい、僕自身の中ではですね、すごく興味があったんですよね、はい。直線的に香取選手どん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 こう攻めてきてますよね、はい、完全に潰しに入るこのスタイルですからね、はい、やっぱり最初の引き出し位置ですね、はい、引きましたね、はい、柔道日本一の意味を取るだけはあるなと思いました、はいはい、戦ってみた感触の中ではどういうのがありましたね。やっぱりその一瞬にして技、はい、やっぱりそういうのって腕相撲と一緒で組んだだけで分かるじゃないですか、はい、強い弱い、はい、そういうのと一緒でやっぱり当たった瞬間にはやっぱり手応えあるなと思ったんですけど、はい、ただやっぱり負けた私が言うのに思うんですけども、はい、うん、なんかやれるんじゃないかっていうのは、はい、感触ありましたね、はい。これで今サポーターを外して芝蹴りに行ったんですけども、はい、これなんか狙った根拠ってのはあるんですか。あのね、なんかもう私の感情を出したいんですよだから普通だったら膝蹴りでも、なおそれ以上の私にはなんていうのかな、やっつけたい、憎たらしいっていうのがあるんですよ、はい、そうしたのが、ね、自然とこういう形となって、はい、ちゃう、こういうヘッドバットにしてもそうですもんね、うん、背骨レフにしてもすごい重い音がしたんですけども、はい、サポーターを外しての膝蹴りはかなり危険ですよね。そうです、はい、なんかたまたまそのシリーズ中に練習をしてた時にですね、はい、そういう光景を見たんですよ。膝をガッという人の練習を見たんですよ、たまたま。それでなんか、あ、気が効果あるなと思ったのはね、とっさにここで出てしまったんです。はい、というか、そういう風にさせた感じで忍ぶってやっぱあったんですね。そう、やっぱそういうことをしてても、うん、本当に滅多に見せない、本当に初めてっていうような講義ですからね。そうですね、はい、うん、その辺もですね、殺気だったものをですね、そう感じたんですけども、ね、うん、で、こういう締め技ですよね、はいはい、これはうまく切り返しましたけど、はい、これやっぱ食らっちゃいけないっていうのは、はい、警戒してたんですけどね、はい、で落ちるっていう、もちろん落ちた瞬間というのは人間わかんないと思うんですけども、はい、そういった感覚、落ちる寸前の感覚っていうのは何かあるんですかね。あ、そうですね、私は初めてだったんですけども、痛いとか苦しいとかってないんですね。あ、決まったって思った瞬間に、はい、もう次の時には落ちた後なんですよ、はい、だから不思議な感覚ですね、はい、分かりやすく言えば寝て起きた感じなんですよ。なるほど、もう何があったか分からないんですか、はい、そんな感じですね。この辺やっぱ意識的には朦朧かなりしてます、はい、もうこの時は負けられない、はい、これで終わりにできないって、それだけの気持ちですね、はい、まあ徐々にそれは、ね、受けながら感覚はしていくんですけども、はい、これ投げてもすぐ腕にやっぱ決められていくっていうのは、はい、うん、だから普通だったら上に乗るだけじゃないですか、はい、カバーを、はい、それを手が決まってからとかっていうのがあるんで、はい、返しづらいのがありますね。その手の攻撃は初めて、はい、でこれは監督選手用に編み出された、はい、変形グランドマンズの中で正式名称、クドメクラッチでした。はい、そうですね
か狙ってましたこの辺は。狙ってました、はい、これは、うん、だから最初のこの試合決まる前に、はい、この選手の領域に自分も踏み込んだ上で試合をしたいって言ってたんで、はい、まあ、ある程度関節なりそういう締め技は出していきたいと思って。なるほど、まあ関節で攻めていくってことはですね、逆に得意としている選手にとってはプレッシャーにもなりますからね。そうですね、はい、うん、この辺で動きを見まして、これだんだんと立体的な技になってきました、はい、これはもう神崎選手にはない技ですよね、はいはい、でこの後ですか、すごい驚いたことがあったんですけども、ここで場外仕掛けていくのは向こうにとっても望むところだと思うのがあるんですけども、はい、その後マットを外して、はい、場外に札目式タイガードライバーですか、はい、破天荒な技を見せたりしてるんですけどね、はい、やっぱり同じ技をよりダメージを与えるかっていうことを考えたらですね、はい、うん、自然とああいう形になってましたね。なるほど、うん、まあ、それほどどうしても勝ちたい。そうですね、これはもういつでも勝ちたいという、はい、その一心だったので、結果的にはですね、この試合はですね、はい、スリーパーホールドですね、はい、失神系をマルフリストップですね、はい、こういう形でですね終わってしまったんですけども、はい、その後珍しく本当に工藤さんがですね、感情をむき出しにしてですね、はい、神崎選手の控え室まで殴り込んでですね、はい、この対戦を希望したっていうのはあるんですけども、はい、その辺はまたやっぱり、はい、そうですね、自分の中で、はい、なんていうか、意識のないところで終わってしまったわけじゃないですか、はい、だから自分でこう負けを認められないっていうんですか、認めたくないっていう気持ちがすごく強かったんですよ、はい、だから引退決まってる上でこれ以上このうやむやにしたまま、はい、そういう試合を残してやっぱり引退していくっていう部分が全くできなかったんで、はい、意地でももう一回やらなければ私は悔いを残したままやめることになってしまうんで、はいはい、なるほど、そのまあそうまで工藤さんの感情をむき出しにさせたというのは、それはでも土屋たちに対して抱いている気持ちとはまた別な、またそれは違った意味ですよね、はい、違った意味で、はい、うん、やっぱりね、本当に対戦相手がそこにいて、はい、本当基本的な、はい、本当にもう相手を倒したいっていう、はい、そういう意味での、はい、うん、ただ正直言って、はい、やっぱり私がそこまでやりたいと思うだけの選手なんですよね、はいはい、それは認めたり、はい、得ないと。そうですね、はい、でこういってまた変わった技を出していったりして、はいはい、あ、それその後、まあ、神取選手の方からですね、じゃあもう一回やってやるっていうような感じで、はい、ストリートファイトという工藤さんが最もストリートする運営とか解説にするスタイルでもですね、対戦が決まりも行いまして、はい、2回今の時点では締め落とされているというか、はい、うん、そうですね、やっぱり1負けたものを覆そうと思ったところ、はい、逆に2連敗になってしまったっていうのは私の中ですごく、まあね、ダメージとかショックが大きいですけども、はい、特にそのストリートファイトというですね、はい、その大切なスタイルで、うん、はい、2回ともでもその無意識で終わっているという、はいはい、まあ、もどかしさっていうのはすごくあると思うんですけども、その中でまだ諦めてないというのは、はい、自分の中でやっぱり勝てるっていう気持ちが残ってる以上はこのまま引き下がれないですね、はい、やっぱりそうでなければ結果として2連敗っていうことだけが残ってしまうので、はいはい、何もやらなければこの私は2連敗で終わってしまうわけですよ、はい、でも勝てるっていう可能性があるんだったら、はい、それが自分がある気持ちのね、はい、ところまでやれば、はい、うん、だから最後まで諦めたくないっていうのが一番なので、はい、もしかしたらあれかもしれませんね、まあ、もちろん神取選手もプロレスラーなんですけども、あ、そういうのを抜きにして純粋に本当に素直な気持ちでなんか、一人の格闘家としてですね、はい、なんか神取選手というプロレスをなんか超えた部分でもですね、はい、はい、戦いっていうのはあるのかもしれませんね、はい、私が一番思うのは、はい、
っぱりこの、ね、会社のトップに立つってことで、はい、今までやったことない形式とかをやってってるわけじゃないですか、はい、それはまあ自分のため会社のためっていう部分もあって、はい、リワンとかいろんな試みをやってるっていう部分で、はい、私もやっぱり女子初のその、ね、はい、ロープ有刺鉄線とか電磁バカとかやった、はい、っていう部分ではですね、うん、こう感じる部分はあるんですよ、はい。でこれも対戦でも敗れた後にですね、はい、控え室に戻りましてですね、はい、もう一回、まあ、中山はじめね、はい、リオたちにですね、はい、もう一回やらせようと頭をされた工藤さんを見てですね、はい、そしてもその対戦やっぱり監督側は今の時点では拒否してますけどね、状況はすごく厳しいと思うんですけども、はい、出現してほしいなと。そうですね、みんながそうやって私に個人としてやってくださいって言った気持ちを無にしないためにもですね、はい、私は絶対3回目に首つけて、はい、なおかつ8人まで持っていかないと、はい、いけないなと思ってます。次負けたらおしまいだなっていう気持ちは、それはね、さすがに往生際の悪い私でもそれは思いますね、はい、これも今得意のクロードライバーリバース、スプリングクロードライバーですか、はい、これはまあ、これはやっぱ向こうも警戒したのかもしれませんね。そうですね、はい、なんかビデオを見て研究してるっていう話を聞いて、はい、これみたいにですね、返されたのを初めて見たんですけどね、はいはい、そうですね、今まで返されたことなかったですか、はい、やはりその返せんねっていうのは絶対まあ実現させるっていうことで、はい、その中でですね、どうしてもこういう試合をやりたいとか、その試合形式とかっていうのは皆さんの頭の中にはあるんですかね。はい、今のところはあります、はい、ただやっぱりね、こっちから条件的にあるというのもあれですけども、はい、ただ親方の足の中では固まってますね、はい、なるほど。いや、結構、まあ、引退を迫った中でその、はい、一人のレスラーと彼女に忍ぶライバルと言っても、はい、うん、ライバルの一人と言ってもいいと思うんですけども、はい、ただやっぱり来週もう一回決着をつけて、はい、戦いたいという、はい、気持ちはやっぱりこれを聞いてる人から、あ、本当なんだなっていうのがあるんですね、分かると思うんですよね、はい、はい、すごく現状的には厳しいと思いますし、はい、残り3ヶ月で向こうが拒否すればこれが終わる可能性もあるわけですけども、はい、実現させたいですかね。はい、絶対実現させます。まあ、これでもとりあえずはしっかりと蹴りをつけたと自分は思ってるけど、夢だかなんだか知んないけど、次は次は有刺鉄線でやろうかと思って。なんだ、なんだよ、まだ終わってるじゃん。何やだこの野郎、お前結局ついたろこの野郎。この耳で確認するまで負けてねえんだよ。何言ってあんだよお前、いつでもやってやるよ。そしたらよ、そしたらお前一つだけ条件言ってやるよ。そんなにやれてんだったら条件言ってやるよ。お前今ここで決着つけたんだ、お前ね、リンクで分かってんのか。そしたらうちのリンクに来い。無駄って言ってやる。じゃあ来いこの野郎、ジュニアズなんで来い、来てみろ。お前が分かってんの、まあお前は結果よ、まだ引っ込めさせろ、引っ込めさせろ、ほら下げろ、ほら、うちのリングに返したら行ってやる。お前はもうこれで今日はとりあえず負けたんだ。お前がまだ負けてねI'm gonna go!
今回2回目ということなんですけども、私の中ではまた新しい一戦だと思ってるんで、前回の一戦とは全く違う、特にストリートファイトで前回は普通の試合形式だったってことで、まあ、続けての2回目っていうんではなくて、さらに新たな1回と思ってるんで、試合形式もこの前はまあ向こうの得意とする分野を自分もやってみようとかっていう風な気持ちあったんですけども、今回は全くそういうリング上どうのこうのっていうよりも、やっぱりもう決着つくところはリング以外でもステージでも階段のとこでも何でも全てがもうストリートファイトだから決着つく場所だと思ってるんで、リング外でももう目いっぱい暴れたいと思います。まあ私の中ではいけるんじゃないかって、もう勝ちを持っていけるんじゃないかっていう感覚はありましたね。今回はその言い訳をできないようにね、向こうのやりたいようなスタイルっていうことで初めてなんだけどね、まあもう何も何だ言い訳もできないようにビシッと決めたいと思います。もう今日で逆に引退式しないで、今日でもう引退式じゃないかなと、それぐらいね潰していきます。
Yeah!
てください。
高村。はい。中山。はい。池田。はい。2回負けたけど、2回負けたけど、あんたたちに私がだらしなく見えるかもしれないけど、これが現実だから。これが現実だけど、私はもう一回やるから。みっともなくても何でも私はもう一回戦うから。それが FMW で私が学んだことだから。だから次は勝手だけど、私一人の FMW 女子としてじゃなくて、私個人としてもう一回だけ戦わせてくれ。だから今後はあんたたちがFMW 女子として看板背負って戦ってってほしい。勝手だけど、私残り少ないレスラー生活を私個人として戦わせてください。私は絶対諦めない。私に今言えることだから、私個人としてもう一度だけ戦わせてください。工藤さん、わかりました。工藤さんの思うように思う存分戦ってください。私は休んでると思っていいです。中村は自分を工藤さんが思うように戦ってください。池田は自分も工藤さんが思うようにやってくれて、自分も一生懸命頑張ります。その代わり、私勝手言って悪いけど、今後はあんたたちが FMW の責任を負ってやっていくんだよ。その覚悟はあります。あります。あります。これからは工藤さんに頼らず、中山池田と力を合わせてやっていきます。工藤さん、もう一度やってください。そうか、私絶対勝つから。絶対に勝つから。これでも文句ねえだろ。最後はあれは首に絞めて敵だったか、それとも落ちそうになったから君は。首も絞まったらよ。勝つと落ちるのがやばいっつうて、いや、それ以上にもうあれだけ体が出ちゃってるから、首にも来てたし恐怖心もあってないの。やっぱそれを狙ってもう落とすって、落とせるぞって。落としてやるって分かんないからな。もうつべこべつべこべ言わせないね。感染希望があっても、じゃあ基本的にはもうお断りだし、やる必要ないし、なんだ、土屋たちも手下にでもならいいんだよ。あれでね、トップをね張っていくっていうのはもう無理だろ。まあもうトップというのやめちまえばいいんだ。今日の引退式に引退式にしたいわけない。試合的に自分はどうですか、今の試合は。今日の試合、だからどんな試合でもこなせるんだなって、また自信がついてる。
やっぱりやるまではちょっとどうかな。いや、でも結構あのジェイプチだとか、うん、デスマッチ系ってね、結構やってるんだけどね。うん。またこういうストリートファイトっていうのを始めた時だから、結構ね、自分の、なんていうのかな、まだまだ知らなかった力っていうのをね、また再発見できたっていうのがね、冷静に見れば。とりあえずは、幸先はいいんじゃないですかね。レベルが楽しみだな。最後に言ったように私は、まあ、どんどんちょっとことを起こしていくというのが、うん、まあ、第一弾、第一ステップは成功ってとこかな、うんうん、とにかくあの女子プロ界はね、打ち壊していかないと。打ち壊しますか、うん、打ち壊さないとね、何も生まれないからね。破壊から。そうそうそう、うん、それだね。ニューイヤーフェスティバル、さあいよいよファイナルマッチです。ダイソンさん、いよいよ登場ですよ、はい、満を持して登場です。ん、今コールされたのは自分ですね。ダイソン選手ですよね、はいはいはい、そしてその相手が X、はい、まだこの時点で誰かわからないわけです、はい。バイソン木村さんのテーマ曲が鳴り響きます。大阪府体第2です。バイソン木村、トンファを持って花道進んできます。怪我からの復帰、4戦目ということになります。太りましたね。そうですか。体重がややアップしたという木村さんですが、それが試合でどう生かされるか、あるいは弱点になってしまうのか。トンファーがうなります。ん、同期対決、なんと61年組の同期対決ということで、工藤めぐみがコールされました。邪道姫 JD マットにやってきました。バイソンさん、はい、この時の気持ちを教えてください。これはですね、やっぱり復帰した目的っていうのが、やっぱ同期で頑張ってる選手と当たりたいっていうのが夢だったんで、はい、まあ、これは本当に夢の、自分にとってはアスカ選手が来なかったのが嫌だったですけども、はい、やっぱりこれはラッキーなことだったなって逆に思ってますけど、そうじゃないとは対戦できなかったのでね。そうですよね、まあ、本当に急遽決まった対戦ですが、はい、当然バイソンさん戦いたかった相手。そうです、ですよね、はい、工藤めぐみ、邪道姫が JD マット見参です。バイソンと工藤です。思わぬ展開です。団体を超えたシングルマッチと目打たれました。青コーナー132パウンド FMW 工藤めぐみ、 4.29 横浜アリーナですでに引退が決定しています。工藤めぐみ、引退を前に大一番、バイソン木村と当たります。工藤めぐみ、そしてバイソン木村です。思わぬ相手となりました。工藤が今日は相手です。まあ思えばバイソンさんはジャングルジャックでですね、はい、はい、86年から90年ぐらいにかけてですか、活躍しましたし、その90年という年はこれが FMW に工藤めぐみが乱入していってアウトブレイカーズ結成したという、まあ、団体は違えどそういったチームを組んで暴れ回っていた2人です。61年組全場マットで共にデビューを果たしました工藤とバイソンです。これね、チョップね、止められると思ってませんでした。止められてしまった、力比べになっています。悔しいですね。手四つ、体格差ではバイソンが勝ります。三角飛び巻き投げに行きました。エプロンのバイソンにヒップアタック、クド、そしていきなり場外です。さあ場外になりますと、これ邪道姫のですね、神髄が見られるかもしれません。椅子、
椅子の上です。そして椅子を取ります。あ、初めてですね、この 1.16 の大阪大会で初めて椅子を投げていきました、はい、角ぶつけましたね。あ、角が当たってしまいましたが工藤めぐみはですね、実はバイソンさんと戦いたいということを、このテッチはきついかもしれない。実は侍のニュースの中でですね、早紀江さんのコーナーがありまして、はい、あれは1月4日放送でしたかね、はい、工藤選手がゲストで出ました、はい、そして長谷川さんが VTR の中でバイソンさんにアジャコーンからの手紙を渡しました。はい、早紀江さん、あれがあれで結局工藤さんは戦いたいと思ったって言ってますよね。バイソンさんと戦いたいとね。なんか同期とねやるっていうのが全然決まってなかったらしいんですけども、はい、そういう気持ちもなかった なかったわけじゃないんでしょうけど、はい、考えてはいなかったようなんですけど、今回は自分がもう本当にお願いしたんで、夢が一つ叶ったんですけれども、はい、やっぱり同期は特別なんですよね。もう団体を超えてとかじゃなくて、本当に一から一緒にやってきた仲だったので、やっぱり最後こうすっきりできるっていうのはやっぱり同期と触れていたいというか、やっぱり引退近いから、やっぱりその前にぜひね、ぜひっていうか絶対にやりたかったから、やっぱ団体で違う団体で頑張ってきた分、その違う部分を学んできたから、その部分も見たい、それも知りたいっていう意味では、やっぱ試合をやるのが一番だと思ったから、だからすごいリングの中で自分たちの感情が出すぎちゃうから、うん、お客さんにしてみればなんか届かない部分もあるかもしれないんですけど、でもそれはなんかもうプロとして最低なことかもしれないけど、でもそこは勘弁してくれっていうところは多少ありますよね。自分のわがままを本当にこれは通しちゃった試合なんだけれども、私は素人ですから、その気持ちは本当に正直言ってわからない部分なんですけども、特別な思いがあるようです。工藤めぐみは神取戦で2連敗をしました。そして引退までに3度目の決着をつけたいと、しかもストリートファイトマッチで、あるいは有志鉄線ですかね、つけたいということを言っていましたが、ここで急遽このバイソン木村という同期とぶつかったということで、まあ、これは思わぬまた引退への、まあ、道と言っていいのか分かりませんが、はい、メモリアルになる大会と試合という形になりました。選手っていうのは FMW ですごいなんかもう引退まで本当にカウントダウン始まってるんですけど、なんかかわいそうっていうイメージしかないんですよ、自分の目から見たら。なんかもう下を下で育てるのも精一杯だけどって思うように育ってくれないって、私も引退近いし、本当はこう自分の好きなことをもうわがまま言えるだけ言ってやって、もうすっきりやめていくのが一番の形だと思うんですよ。なんか団体のためにっていうね、本当になんかすごいかわいそうなイメージがあるんですけど、でもなんかこればっかりは本当に楽しくっていうか、本当に団体のためとか何も気負わないで、レスラー工藤めぐみとしてなんかすごいリングに上がってるような気がしたんですよ。そういうのがあったのかな、そういうふうに思ってくれたらなんか嬉しいけれども、私ももう1年なんですね、役だからすごいなんか1年前を見てるような気がしたんですよ。早いね。早いですよね。61年組はアジャコンです、ね、これが見たかったんです、これが、バイソン選手、そしてコンバット豊田、コンバット豊田はすでにもう引退をしています。そして 4.29 に工藤が引退をすることがもう決定しています。場外に行きました。2回目の場外です。今度は木村さんが優勢です。椅子を持ちました。さっきのお返しですね。これは投げた、
今足のあたりが当たりませんでした。あの金属のところが当たったような気がします。いいんですよ、めちゃめちゃにやるのがバイソン木村選手なんですね。そうですね。切れてくれなきゃ困るよみたいな。そうですね、切れたバイソン選手というのは本当にあの迫力があります。またその切れさせるのがね、動機っていうのがまたいいじゃないですか。愛ですよ、愛。愛ですか。お客さんに当たってますよ。まだ場外戦が続いています。バイソンお返しの、今度また鉄柱攻撃です。やっぱりさっきとまた逆、はい。そして本部席の机に、あ、乗せますね、2人。机の上、白鳥が今机のあたりを押さえていました。あ、パイルドライバー、机が真っ二つにはなりませんでしたが、逆にダメージがあるかもしれない。そして次の机を、あれ多分白鳥ですかね、ちょっと手助けをしていましたね。あ、そうですね。さあバイソンが立てかけた机に工藤を飛ばすようです。ん、ちょっと体勢が崩れました。あ、さっきの手の字になった机が邪魔でしたか。さあいった。さらに椅子を投げたのは3回目。これはダメージがあるでしょう。ジャロー姫マットの上に上げました。さあここからですね、場外で痛ぶっておいてパイルドライバーまで行きます。早い早い、パイルドライバー2連発まで行きました。3連発、3発目が一番早かったカバーです。駆動返した。駆動は FMW において、あるいは女子マットにおいて初のストリート単価マッチ、初の団体対抗戦、初の有刺鉄線、初のノーロープ有刺鉄線、非常に初ということを果敢にやってきた選手です。旋回式ボディープレス、バイソン木村カバーまだです。以前は女子プロレス大賞技能賞を取ったこともあります工藤めぐみ選手です。アスカは結局この会場に現れず、この工藤めぐみがバイソンの相手としてやってきた。後ろにリバーススープレックス返していきました。ファイナルマッチです。ツームストンパイルドライバー狙いです。脳天直撃バイソン木村、さあロープを使いますか。この体勢はムーンサルトがあるが、しかし工藤が蘇生した。そしてエプロンからキック、ハイキック、セカンドロープ使います。工藤めぐみ狙ってますよ。うかつに立つとスイング式が待っている。 DDT、 しかしそれを返したバイソンが返しました。スイング式 DDT を返して固めていったんですが、あ、今のはうまかったですね。もうお二方とも画面に見てます。髪の毛を掴んで駆動を持ち上げるか。パワーボムの体勢だ。パワーボム、ダメだ。立った駆動、ラリアット、起き上がりこぼし、2発目はダメ。バックを取ったのは駆動、ジャーマンスープレックスホールド。カウントはどうだ。2です。佳境に入ってきました。1.16 大阪府対第2ファイナルマッチです。ダイアットは読まれた。ダブルリストアームサルト、リストを取ってカバー、ダメだ。工藤めぐみ、ファイナルマッチ10分が経過です。ロープに飛ばされた、足をキャッチ、フィッシャーマンズスープレックス、これも返しました。動きが鈍いな。そうですか。あ、でもそれって鈍いんじゃなくて気持ちが入ってると思うんですよ。パワーボム、いや本当に思います。なんか自分もなんかそんなに遅いと思ってなかった試合とかも、うん、
あ、こんなにゆっくりした試合してんだ、やっぱ気持ちが入り込んじゃってるんですよ、ね、噛み締めてるのかな、うん、だってもしかしたら本当に最後のシングルマッチかもしれないですか、そう、それは本当に、本当にもうこの歩く一歩一歩も大切にしてると思うんですよ、絶対に。パワーボムの連打、マットの上には椅子、髪の毛をつかむ、椅子の上にパワーボム、4発目になりますか、しかも椅子の上、バイソンチャンスです。さあムーンサルトプレスに行く、しかしかわされて、その下には自分で持ってきた椅子、これは墓穴を掘ってしまいました。 DDT 飛びつきです、飛びつきの DDT、 バイソン木村、ああチャンスが一気にピンチです。今度は邪道姫が椅子、ああでも折りたたみの椅子が何脚かあったわけですね。 DDT 椅子の上、工藤カバーに行く、返したブリッジ、バイソン工藤がそろそろ決めようということでしょう。声を上げた、そして今のはタイガードライバーか、福留ドライバーに行こうという工藤、しかしそれを返していきました、福留ドライバーは決められず、しかしまだスピニング工藤ドライバーという技もあります。ダブルリストアームサルトは返されました。工藤めぐみロープに振った、バイソンです、かかと落とし、背中のあたり、肩甲骨のあたりです、これです、スピニング工藤ドライバーに行く体勢、コンバット豊田引退試合で出した技です。それを読まれたと感じたのか、変えました、しかしもう一回いきます、ヒップを落としておいてスピニング駆動ドライバー、完全な形、持ち上がる、バイソン危ない、カウントが入るぞ、スリーだ、最後はスピニング駆動ドライバーリバースゴリースペシャルボムと公式発表表記されました。以前でも工藤はこれはリバースゴリースペシャルではないと言っていましたので、スピニング工藤ドライバーと呼んでおきましょう。バイソンさん、残念でした。ただ戦えたという気持ち、そういう思いよりね、やっぱこの試合ができた、夢が叶った、一つ叶ったっていう思いの方が強かったんですね。自然に出た言葉なんでしょう。Thank you.
からの手紙、友からの言葉を胸に地獄のリングに向かう工藤。果たして彼女は無事生還を果たし、宿敵カンドリとの戦いにピリオドを打つことができるのであろうか。うん、3回もお前しつこいんだ。お前、執念深い人間は嫌われるぞ。とりあえず今日は有刺鉄線っていうことはね、初めてなんだけど、すごいやっぱね、ワクワクしてる。ワクワクしてるのと、やっぱりどういうもんだね、痛さっていうものはどうなんだろうなっていうね、緊張感とあれなんだけど、まあどっちにしても向こうの道場に立つわけだけどね、やっぱり今回も勝たせてもらうから、とりあえずお前が今日の引退式だということで考えてやらせてもらいます。はい、今日のカンドリ戦に勝って、私は4月29日の引退試合に臨みたいと思います。そのためには今日は何が何でも絶対に勝ちます。
Thank you.
爆破デスマッチで行うことを決意した工藤だが、引退を目前に控えた彼女は思わぬ落とし穴にはまってしまうことになる。さて、3月の21日宮城のこの土屋戦です。まず土屋が入場。キニョネスの姿がありました。そして今度工藤が入場します。まだ工藤は姿を見せません。工藤さん、はい、キニョネスと土屋、そしてこの一戦 3.21 宮城というのは何かちょっと異常な雰囲気がしましたが。そうですね、はい、やっぱり私がまあ、リングに上がってからそのビクターという存在に気づいたんですけども、はい、まあ、ただ男子レスラーマネージャーですか、はい、と、まあ、女子の試合が合わさるっていうのは今までないんで、まあ、嫌な予感はしたんですけども、はい、試合前になんかちょっと不安にはなりましたね。野口正義様よりタイトルマッチ宣言です。ベルトを持ってただいまより行われる試合は、工藤です。選手権者工藤めぐみ、挑戦者シャーク土屋とする、そして挑戦者が土屋、世界女子選手権およびインデペンデントワールド世界女子選手権試合であることをここに宣言する。平成9年3月21日フロンティアマーシャルアーティングを目前に控えた工藤ですが、新井翔一、何やら嫌な雰囲気のこの試合です。続きましてチャンピオン工藤めぐみ選手よりチャンピオンベルト一時返還でございます。工藤選手にとってこのチャンピオンベルトというのはどういうものだったんですか。このベルトを取ったのが、はい、まあ、昨年 5.5 のコンバット豊田戦、豊田の引退式のベルトなんですけども、はい、その時に取ったものなんですけども、はい、まあ、約1年弱ですか、防衛戦がなかったんで、うん、まあ、その間ですね、蓄えてたものっていうのをこのベルトに出し尽くして、うん、また防衛しなくちゃいけないなっていう気持ちがありましたね、はい、まあ、しかし今の話で思い出しましたが、あの 5.5 のコンバット戦すごかったですね。ね、あの試合も私中継をしまして、で豊田選手と、まあ、話をする機会もありました、はい、いや本当にもう何とも言えぬ試合だったというふうに本人も言ってましたけどね。私にも特に印象に残る試合になりました、はい、そうですか、壮絶でした。さあちょっと表情に緊張感がありますか、工藤です。そしてまたちょっと物憂げな目線を配りました。これは何か意味があるんですか。やっぱりまあ、マネージャーですか、はい、出してほしいっていう、そういう気もなんで、みんな、まあ、何か起こるんじゃないかっていう気持ちが私の中にはあったんで、まあ、できるならば、目の届かないところに追いやってほしいなっていう気持ちは、ね、それがあの目の光なんですね、はい、非常に物憂げです。したがって集中力をちょっと欠いてるようなね。そうですね、
気持ちが分散してしまってるなって思いますね。はい、さあシャーク土屋に触れていただきましょう。シャーク土屋とはどういう存在なんですか？今まで、はい、コンバット豊田が私にとっての良き友でもありライバルでもありいろんな構想をかけてやってきたんですけども、豊田の中にはやっぱり心の中でつながる部分があったんですけども、同じライバルと呼ばれている土屋にはそういうのは全くないんで、豊田とは全然違うライバルですね。まず飛んでリズムを掴んだのはこれ工藤です。逆にこれ土屋、はい、場外戦大変に決戦しには十分ご注意してください。互いに歩む道は平行線、思えばしかし 4.29、 最後での最後の対決はこの土屋ということになります。これは 3.21 の宮城、いつもと違う独特な試合前のムードから、さあ椅子同士の対戦になりました。いいドロップキックです。意識していたことっていうのはあるんですか？ですね、やっぱりの、はい、パワーではかなわないんですけども、やっぱり、体の大きさとかも違いますし、はい、ただやっぱりもう土屋に関しては私はもうとことん体でぶつかっていきたいなと思ってるんで、まあ、技もそうですけども、あとはこういうスタミナを奪っていくような技ですか、はい、そういうものを出していきたいと思ってます。日本一悪い女と言われます土屋。本当に一番気をつけなくちゃいけないのは狂気ですね。そうですね、はい、何と言いましてもね。まだその狂気攻撃というのはこの試合に関して言うならばありません。逆にいつ使うのかというところも一つの見どころになります。いち早く工藤です。まあ常に怪我と戦い満身創痍といいますか体調不十分なことばかりだと思いますが、この頃のコンディションはどうだったんですか？この頃は、もう腰ですか、はい、私はもともと腰悪いんですけども、時と比べたら良くなってはいたんですけど、はい、あの引退発表してから、周りのこう突き上げっていうものがすごく大きかったんで、怪我はもう増えましたね。敵との戦いもさることながら、その怪我との戦い、自分自身のコンディションを維持する、本当にご苦労だったでしょうね。最後はもうゴールが見えてるんで、はい、それに向かって体調調節していったんで、はい、そんなに苦にはならなかったですね。さあもう一度工藤です。土屋、工藤に声援が飛びます。さあ土屋、椅子一つリングの中です。工藤を下田が打ちつけました。工藤に火がついたか。土屋を攻めます。今の狙いはいいんじゃないですか。逆に利用しました。そしてこの椅子、そして土屋、今ダメージがあります。工藤、
ちょうど椅子を狙います。上がるか、相当ウエイトなんですね。ゴフゲカゴフゲカ。しかし私はいつもあの工藤さんの腹筋を見て思うんですが、随分ように鍛えてるなっていう感じがありますね。そうですね、腹筋がよく言われますね。いやもう感動的なほど割れてますもんね。やはりこういう切磋琢磨なくしてはこのハードな試合は戦い抜けませんもんね。そうですね、自分の体を怪我から守るようなものを作っていかないと持たないので、ただ一旦そのリングから離れてブランクがあった、当然筋肉が落ちてます、また一からやり直すから大変な努力がいったでしょ。でももうプロレスがやれるという喜びだったんで、苦にはならなかったですね。そうですか、はい、さあ鎖の攻撃です。これチェーンです。シャーク土屋、86年に全日本女子でデビューした工藤、あれからちょうど12年目ということになります。もうすでにその引退試合に向けての工藤の歴史カウントダウン、この土屋戦です。これはきついか、大丈夫だ。しかしこの鎖がちょっと首元気になります。これかなり深く巻いてあるんですか。30ぐらいに、ね、そうするとなかなかこれほどきようがないんですね。そうですね、両端から引っ張りますから当然これ締まります。あーこれかなり呼吸も苦しいんじゃないですか。じゃあもう固まっちゃうんで、なかなか思うように取れないもんね。そしてこれ女性ならばよくわかると思いますが、毛先が随分臭いにね、引っかかりますので、首もさることながら引っ張られる髪の毛の毛細血管、あれがこうやって繋がれますと本当に逆に締まってまいります。でまたこのえげつないちょっと挑発するようなキック、あーこれかなり苦しくなりました。出てきました、レーナです。これ私などは工藤さん何度見てもちょっとギュッとしてしまうんですが、実際これどうなんですか、目の当たりすると恐怖感ないですか。感はありますね。ですね、特にこれも押さえつけられてるんで、身動き取れないところにこれを持ってこられちゃったらたまたまんじゃないか。そうですよね、ちょっとこれ工藤が心配です。しかしこれ駆動の額終わりますか。見てて思い出しますね。そうですか、ね、どうなんだこれ、もうすでに額を切ったのか。これは当然のことながら血液も目に入ってきます。そしてこの傷口、あーこれはかなり必要な攻撃になりました。あの鎖が解けないんですね。逃れようがない。
ちょっと残酷な言い方かもしれませんが、工藤さん、はい、ご自身でこのシーンをご覧になって、痛みがやはり思い出されると思います。思い出されますね、やっぱり、この瞬間も痛いですけども、やっぱり、まあ、裏のことを話せば、はい、試合終わってからも、はい、やっぱりずっとこの痛みとかお風呂入るのも大変ですし、はい、傷の手当てとかやっぱり、ね、髪の毛も一緒に切れちゃってるんで、そういう部分でね、なんか終わってからもそういう痛みっていうかそういうのは続くんで、はい、やっぱりね、大変ですよね、こういうのですね、はい、やってる時はよく気が張っているからさほど痛くはないなんていうような評価をする方はいるんですが、とんでもない話で、しかしなおさら試合後の痛みは募る。はい、ようやく駆動ですが、また捕まりました。今の組のこれ折れ方半端じゃありません。腰といい、首といい、背中といい、満身創痍の12年間です。工藤、特にこのシャーク土屋戦は肉体的ダメージを受けました。さあこのテーブルをどう使うのか。工藤が立ち上がります。しかし足元がかなりこらついている。ひょっとしたら視界がぼやけてるのかもしれません。実際この相手への認識というのは、あーっと、ようやく、しかし工藤が捕まりました。いや、しかし工藤だ、この辺りが工藤だ、土屋を捕まえた、いいキレだ。この辺り一連の動きいいじゃないですか。ですね、やっぱり一つ二つ三つで続けていかなければダメージには与えられないんで、はいはい、うん、立て続けにここだと思った時には行きたいですね。はい、使えません。逆に今工藤が構成か、いや土屋か、工藤が腕を取りました。さあ今度は上がるか、上がった。自分の持ち味を存分に発揮し始めました工藤。そしてこの机をどう使いますか。足を立てて、そして工藤は土屋をどう攻めるのか。場内からやっちまえというその声に今 3.21 宮城森の都仙台で、さあ工藤トップロープだ。あー、これがあるんだ、これがあるんだ。何だったか分かんなかったですね。そうでしょうね、今のは見えてませんね、はい、あー、しかしこれはなんという、なんということだ、大逆転だ。これは全く意表をつかれました。この時点でも工藤さんはあそこでなんで逆転が起きたかわからないんですね。わからないですよ。ただもう激痛が腰に走ったんですけども、はいはい、何がなんだか全然わからないうちに。そうですね。で今グロッキーなんですが、土屋は2であえてこれ、あえて状態を起こしました。これは下との連携プレーになりました。とんでもないことが起きた。机が、いや椅子が3つ用意されました。八分通り工藤がものにしていた試合、逆転、大逆転で土屋、体勢が全く入れ替わりました。椅子の上のパイルドライバーはこれは効くだろう。あれはどうなんですか工藤さん、はい、水平のマットと違います、はい、凸凹がある、それも三脚並べている椅子、はい、どこに当たるか分かりません。分
り椅子の分だけ高くなっているので、はい、頭をすごく打ちやすくなっているので、はい、かなりのこれは衝撃です。2であえて起こしました。この辺りの意識はどうなんですか。この辺は試合終わっても私覚えてないんで、さっきのテーブルの、はい、あそこで頭ちょうど角に頭が当たったんですね、はい、それからほとんども覚えてないんです。あ、そうするとこれはもう人形状態です。いつでも決められた中でいつでも決めることなく、そして最後に仕留めてみせました、シャープ土屋。いやー、なんという屈辱的なフォースでしょうか。クローさん、ご本人あえて残酷なことを伺いますが、なんという屈辱的な負けでしょうか。そうですね、やっぱりこれ以上ないですね。パフォーマンスが終わって、なんと今